新福寺は、宮城県仙台市若林区土といにある寺習の仏教寺院である。光沢山無量院とゴース、広瀬川の左岸に位置する。13世紀に、河西領の留軍郡で建てられ、伊達市の支配下で、岩出山に、ついで仙台へと移った。仙台にある二つの寺習寺院のうちの一つである。明治九年に、新福寺が提出した書状は、 小中二年ウルー正月に、自習の総暗黒商人が創立したとする。江戸時代の知事法内風土記は、火略元年と伝え、同じく、江戸時代の先代家のこと、大宇岩石門老子は、兼務元年の創建と記す。正確な年は不明だが、暗黒が三年間欧州をめぐって布教したことは、確かで、年代的に不自然なところはない。 はじめ神福寺が建てられたのは、とめ郡にある加西市本拠地の城下であった。天正18年の加西死滅亡と共に推備したが、各家が岩出山城に新領主として入った、伊達政宗に再興を願い、許されて岩出山に移転した。江戸時代には、仙台藩の下で、同じ自習の阿弥陀寺などと共に着座格という自覚に位置づけられた。 着座閣は、五一門閣お酒月町大閣に次ぐ。広い寺領や伽んを持つ、大寺院と肩を並べるものではないが、仙台領の中では、由緒あるものとして尊重されたと言える。寺六として百二十一国を与えられた。新福寺は、城下の南、姉羽横丁の突き当たり、広瀬川に面したところにあった。境内に一つの仏堂があり、暗黒商人と、 子育て明人を合わせ祭る。江戸時代の縁起によれば、商人の願いを立ちどころに叶え、父が出ない母に父が出るようになるという、明治時代に、鎮次郎と名付けられた。その隣の暗黒堂には、暗黒商人の姿を刻んだ寄木造りの木像が安置されている。暗黒自らが作ったというつてもあるが、 室町時代の制作と推定される。1990年3月19日に仙台市の指定文化財になった。明治時代に姉葉横丁を延長してあたご橋が架けられ、新福寺の敷地は建物が西、墓地は東と分断された。寺六を失った、明治初めには廃物の風潮と相まって著しく衰退し、初見造物が失われた。 明治の終わりになって、流禅和尚の下で復興を果たした。仙台の寺社と、教会335ページ。造庫、仙台家の古禅、65ページ。佐久間義和、大宇関関門郎氏巻の六両所とも、黄金帝の時、剣務元年とするが、黄金天皇は、その全年に廃位された。仙台の寺社と、教会335ページ。 仙台の寺社と教会335ページ。仙台の寺社と教会336から338ページ。仙台市の文化財67ページ。ありがとうございます。